はい、こんばんは。カッリーエシリエジンです。今回の話は、ボクシングの中、WBA ってやつなんですかね。まあ、それを、まあ、やってたみたいなんですけど、まあ、それで、あの、村田亮太選手が、なんか TK を負けしたみたいでですね。はい、まあ、まあ、対戦相手は、ゲンなしゴロ、ゴロフゴロフキンっていう方、 と試合してななんですけどなんか「批村田が弱すぎる」とかね「なんか八百長じゃないか」とかいろいろ書かれてましたねいやちょっと八百長は言いすぎじゃないかなとか思ったんですけどねはいまあ本当まあよく頑張ったと思いますねはいまあ二人ともねはい。 まあ本当、この頃なんかこういう格闘技のやつなんか多いような気がしますね。はい,、まあ、いうわけで今回の話は WBA の試合でですね村田亮太選手が TKO 負けしてまあその試合でその試合でですね違反殺到されたことについてのお話でした。ごご視聴ありがとうございまましした失礼します